今日は芸人、スポーツ選手、K-POP この3つを一気にまとめてやっていきたいなと思ってます。じゃあ早速いきます。 TK を木下、木下はもともとで言うと僕はアメザリの平井ちゃんから紹介してもらったんですけども、仲良くなったのはワンオクの高きっかけですね。で、同級生と同い年で、彼はもういっぱい話があります。良くも悪くもいろんな話があります。まずこれは対面させてもらいます。日本代表の乾くん、乾くんは大阪君あった時に門森から紹介してもらいました。彼は正味やっぱ女癖悪いなと思います。ちょっと大阪君とは違いますね。もちろん結婚もしてたし、この辺もいろいろ話してきたかなと思ってます。で、本田圭佑、圭佑は僕はもともと彼のマネージメントみたいなのをしている人間がいて、その人間がよく僕が名前出す西田さんのプライベートを見せたところに圭佑は来てくれてました。で、その時まだ名古屋グランパセールでしたから、その当時からちょっとぶっ飛んでて、ちょうど海外へ行くかどうかっていう時やったんですけども、いや彼のバースデーをしたいので頼まれた時に、海外ではバースデーは主役がお金全部出すからっつって、来る人のお金を全部僕が払うからっつって、そういうことをするタイプの人間でした。当時から別にカッコつけてるわけじゃないんですけど、ちょっと変わってましたね、圭佑は。で、彼が日本代表に選ばれてワールドカップの予選勝ち抜いてる頃までは連絡取ってたんですけど、本戦上がってちょうどイタリアのブランドの時計を腕に2つはめるぐらいから連絡が取れなくなりましたね、圭佑に関しては。でも圭佑も僕もちろんプライベートでいろいろ遊んでたんで、いろいろあります。まあ、連絡取れない人間は話していいかなっていつも言うように思ってるんで話していきます。あとちょっとここに書くの忘れたんですけど、柿谷陽一郎、まあ今ガンバに戻ったのかな、一時スイスに行ってましたけど、柿谷も僕すごい仲良くて、彼が結婚するまではよう遊んでました。で、結婚が決まる前、海外から戻る前ぐらいから、まあ、LINE 無視され始めたんですけど、ここ書いてないんですけど、彼もちょっと話いろいろあるのでしていきたいと思います。で、K-POP、韓国ですね。ヨンファは CN ブルーですね。もちろん、ホンギと同じ事務所で、ホンギとも仲良かったので、彼らがその、キングダムってイベントを事務所でやった時に、打ち上げとかでよくありました。で、もちろん、今ちょっと線引き忘れて、ヨンファも僕一個話あるので、これちょっと、したいと思います。真面目なヨンファが、あの時だけっていうような話がよくあるので、したいと思います。で、スンリー、ビッグバンの VI ですね。で、僕は彼は、タカからも紹介されたし、タカの取り巻きのやつからも紹介されたし、名古屋の友達からも紹介されました。で、一回ビッグバンが大阪でライブやった時も打ち上げも僕が女の子呼んでやりました。その時、打ち上げに来てなかったのは、G ドラマも来てなかったですね。あ、ソルも来てなかったです。あとの3人も来てました。で、ソルにも僕ちょっといろいろ流れで話したので、これまたしたいと思います。今日いろいろ喋ってて、やっぱ思い出して、あ、あいつのこと忘れてたみたいな話もいっぱいあるので、それは俳優にも多分出てくるし、アーティストも出てくると思うんですけど、それも場面場面で言えたらなと思います。一応これで男性芸能に絡んでる人たちっていうのはほぼほぼ全部一応説明終わったので。